ストーリーこの番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。島村正幸作。最高の物語。朗読、高石麻美。私は久しぶりに兄に呼び出され、 郊外へ向かった。車の走行距離が音もなく伸びるほどに通信環境は悪くなっていった。それでもなんとかグローバルネットとの接続が立たれマニュアル走行を強要される前に一族最後の不動産にたどり着くことができた。今では都市を離れ庭付きの一戸建てに住むのは 根っからのナチュラリストか、兄のように最新情報に頓着しない変わり者くらいだ。車を広い庭先に乗り入れる。快適な車内から出ると、土いじりに興味のない兄の放棄した庭の匂いが、ムンと鼻をついた。小さな名も知れぬ虫が飛び交う様を想像するとゾッとする。視界に適当なテクスチャーをかけ、 足早に玄関に向かった。それでも嗅覚に加工は足さない。意を決してドアノブを回すと、案の定物理的な施錠すらしていない玄関ドアが重苦しい音を立てて開いた。ドアを引く手に輝くリングがグローバルネットからなけなしの安全確認情報を拾ってくれる。 もう何年も雨戸が閉められたこともない窓という窓からのささやかな光を頼りに廊下を進む。廊下と言わず階段と言わずうずく積まれた紙の書籍の三国を越えていくと気分は高揚していく。こんなにも本を見たのは久しぶりだ。作家としての魂がまるで冒険家がジャングルをかき分け 川を遡っていくかのごとく興奮する。興奮に比例して、通信環境は加速度的に悪化していった。とりあえず、兄の生きている証が鼻に届く。据えた食べ物の匂い、ほこりの匂い。こればかりは豆に餌をやっているのだろう、猫たちの生活臭などなど。 肝心の兄がフランシサになっているような強烈な匂いは、二階の書斎にたどり着くまでしなかった。やあ、来たね。兄は珍しく上機嫌にそう言うと、お気に入りの書斎机の横にちょこんと置かれた小さな丸椅子を指し示した。それが噂の本なの机には、 まるで古い平面映画の小道具のような川張りの本が置かれていた。一抱かえかもあろう本の表紙には、得体の知れない文様と、いくつか描画打ってある。血が滲み出ていないのが手抜きのようなありさまだ。そう。これが伝説の、最高の物語、だよ。 あまりにチープなタイトルにクラッときたが、その所在はグローバルネットを検索しまくっても出てこない。まさに伝説の一品だった。もう読んだのいやいや、噂は知ってるだろ。この本は、二人で読まないと命取りになる。という、くだらない都市伝説じゃないの。でも、 本が存在したってことは、無視もできないか。私は最新情報から流行を紡ぎ出すエッセイスト。兄は仮作ながらマニア受けする怪奇小説作家だった。二人とも、物語の力を知っている。ともかく、読んでみよう。いいね。 私は一も二もなく頷き、兄の座る椅子の背もたれに片手を置き、重苦しい拍子を開けるのを片図を飲んで見守った。夕日が沈み、音もなく月が上がる。餌を求める猫たちの大合唱を無視して、私たちは物語を堪能した。食欲も、喉の渇きも、自然の欲求さえも忘れて、 夢中でページをめくっていった。明らかに物語は佳境に向かってハイスピードで突き進んでいった。紙をめくる動作すらもどかしい。ページが空を裂き、読んでしまったページと出会っては音を立てる。あと一ページ。はい。そこまでだ。 私たちは文字通りその場で飛び上がった。書斎には、古い家には、世界にはもう、二人と物語の主人公しかいないと思い込んでいた。振り向くと、最新のダークスーツを好きなく着こなす、二つの人影があった。兄はそれでも、気丈にも最後のページをめくらんと、それでいて震える指先を一ミリも動かせぬまま、 問いかけた。そこまで、とは最初に口を開いたのだろう方のそれはニヤニヤと笑ったまま、隣のそれが答える。ページをめくるな、ということだよ、君。結末を、読むなと。兄は必死に声を振り絞っていた。 私は検索をかけるまでもなく、相手の正体がまがまがしい何かであることを知った。約束通り二人で読んでいたので、命までは取らない。と最初の方のそれが言う。その代わり、君らが物語を読んで触発され、新たに加わったエッセンスは、本が吸収した。 それが、この本の秘密というわけね。私は震える声で言った。ご命と。また新しくなった結末を楽しめるのは。二つのそれは同じ声で答えを連ねて。私たちだけだ。と最後に告げると、最高の物語とともに。 音もなく消えた。どれくらい時間が経ってからか、私はヘナヘナとその場に座り込むと、精一杯悔しそうに言った。最後まで読めなくて、残念だったわね。手首を軽く振って確認すると、 案の定通信環境の悪すぎる書斎はグローバルネットと断絶されていた。オートで機能する生活記録すら残されていない。突然現れたあれも、今さっきまで机にあった本も、公式には何一つ証明できなかった。そうでもないさ。結末は、ここにある。 兄はそう言って自分のこめかみを軽くたたき満面の笑みを浮かべたその顔はまさにあれと同じものだった「朗読ならぬ僕5分で聴けるオリジナルストーリーなる」 この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。